はい、それではね、こちらナチュラルソフト加工の、ベーシックカラー理念のね、紹介になります。でまずね、この生地の特徴、2つあります。まずこのナチュラルソフト加工ですね、久しぶりにね、こうアウトレット理念入荷したんですけども、このね、こうナチュラルソフト加工ちょっと見ていただいて分かりますかね。リネンってね、真新しい状態だとフラットなね、こうちょっと張り感があるんですけども、これね、こう加工、そのソフト加工によって非常にね、こう柔らかい雰囲気がね、こう楽しめるんじゃないかなと思います。で程よいね、こう融通とかもね、こう出てます。で今回この紹介するシリーズなんですけども、このナチュラルカラーを基本としたね、こう先染めタイプのストライプとかチェックになります。で、どれもね、オフ白とこうナチュラルカラーの組み合わせということで、まあ定番といえば定番のね、こうシリーズになります。でいろいろなね、このシリーズがあるので、これね、結構組み合わせてコーディネートしてもね、こう楽しめるし、またね、こう単品でもね、ベーシックにこう使えるんじゃないかなと思います。はい、で次に生地の風合い見ていきましょう。風合い質感ですね、すいません。はい、でまず、生地の厚みなんですけども、これ40番手の、リネンになります。で40番手ってね、どんな感じのリネンなのかというと、薄すぎず厚すぎず、中肉厚になります。でイメージで言うと、逆にオールシーズンね、使っていただけるようなタイプの生地になってます。トップスボトムスワンピースいけると思います。であと程よいこう肉感もあるので、洋服以外でも、例えばバッグとかね、小物とか、その他ね、使いやすいね、こう厚みになってます。はい。で、次、風合いなんですけども、中肉厚なんですけども、風合いは逆にね、ソフト、ヴィンテージソフト加工によってね、すごくね、こう柔らかくて、あとね、こう、リネンならではの、こう、ナチュラル感も、楽しめるんじゃないかなと思います。はい。で、次にですね、ドレープも見ていきましょう。こんな感じですね。これもね、すごくこうベーシックでね、こう綺麗に出るんじゃないかなと思います。まあ中肉厚なんですけども、やっぱりこう加工がね、素晴らしいので、柔らかい感じでね、こう表現できてるんじゃないかなと思います。はい、で最後に生地幅なんですけども、138センチ幅ありますので、洋尺余裕を持って使えるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。まずね、こちらシャツ風のワンピースを作ってみました。とても、ね、大人の雰囲気で素敵に、ね、仕上がっております。こちら襟がね、ついているタイプなんですけれども、襟をこう折ってね、開いて着ていただいても素敵ですし、ちょっとね、後ろだけ立ち上げていただいてもかっこよくね、着れる襟元になっております。2通りね、楽しめるのが嬉しいデザインだと思います。でそして前中心のところには、このようにタックもね、入っておりますので、こうチェックのね、動きも出て、そういったのも楽しめるんじゃないかなと思います。そしてね、袖口もね、ポイントがあるんですね。こちらね、こうタック入りの、ボタン開けカフスになっております。これもね、シャツ風の雰囲気で着れるのがね、素敵なデザインなんじゃないかと思います。でね、サイズ感も結構ね、ワイドサイズなんですよね。ゆったりしているので、こうリラックスして着ることができます。で丈もワンピースなので、1枚で着ていただいてもいいし、下にね、パンツとか重ね着していただいても、そういったのもね、合わせやすいんじゃないかなと思います。でね、ワンピース以外にスカートも作ってみました。こちら4枚剥ぎのフレアスカートになっております。ね、4枚剥ぎなので4種類の柄を全部使っちゃいました。こんな感じ、ストライプからチェック、全部ね、4種類の生地で作ってみました。でトーンが同じなので、馴染んでね、一体感も出たんじゃないかなと思います。こちらね、フレアスカートになっております。で結構裾幅広めで、こんな感じなんですけれども、履いていただくとね、綺麗にこうストンと落ち感もありまして、ドレープも綺麗に出て、すっきりと履けるね、シルエットになっております。ね、肌にね、馴染みやすい色味になっておりますので、こういろいろなね、アイテムで作っていただいて、こうコーディネートをね、楽しんでいただけたらと思います。